それでは、ファナックの小型切削加工機ロボドリルについてご紹介します。ロボドリルは、これまで、性能向上のための改良を重ねており、今回、最新機種としてアルファ d i b プラスシリーズを発表いたします。1972年にファナックドリルを発売して以来、累計27万台を出荷しており、市場からも高い評価をいただいております。では、 ロボドリルの詳細についてご紹介します。ロボドリルは、ファナック最新の CNC、サーブモーターを搭載しており、高い加工性能、高い稼働率、使いやすさを備えています。次に、主軸のラインナップをご紹介します。ロボドリル αDIB プラスシリーズでは、主軸の加減速を高速化したタッピング主軸をラインナップに追加しました。 5種類の主軸仕様をご用意しており、加工対象に応じて最適な主軸を選択することができます。DIB プラスシリーズの特徴をご紹介します。タッピング主軸の適用、最新ソフト機能の適用と DIB 高性能使用機の早送り速度の向上により、大幅なサイクルタイム短縮が可能です。早送りが最適化されたこと、固定サイクル中の動作が最適化されたことにより、 タップの多い加工でサイクルタイム短縮効果が大きくなります DIB プラスシリーズのその他の特徴をご紹介します DIB プラスシリーズではプログラム記憶容量4メガバイトび多機能イーサネットを標準化しさらにカスタム画面などの IHMI 画面を充実することで使いやすさを向上しましたまた高性能使用機については Z 軸金属カバーの板金化及び X 軸テレスコピックカバーの案内を強化することで、可動部カバーの耐久性の向上を達成しました。高精度な指令や高品位な加工、五軸加工に役立つ機能など、最新の CNC 機能により、加工性能の向上を図っています。高精度プログラム指令により、ISC の設定を行わないで、0.1マイクロメートルの指令が可能となります。スムーズトレランス制御を改良した スムーズトレランスプラス制御により、隣接パスとの段差を軽減します。IHMI の計測ガイダンスにより、回転軸の中心位置を簡単に計測でき、回転中心位置のズレを補正することができます。次に、DDRIB についてご説明します。DDRIB は、ダイレクトドライブモーターを搭載した、高速、バックラッシュレス。 精度劣化がないロボドリル専用負荷一軸回転テーブルです DDRIB では簡単機能により使いやすさが向上し立ち上げ時間の短縮や故障予知に貢献します続いて AI 熱変異補正機能2についてご紹介します AI 熱変異補正機能は稼働中の機械の熱による変異を補正する機能です温度センサーを搭載し 機械学習を活用することで、周囲温度が変化しても安定した補正が可能となっています。次に、ロボドリル QSSR のラインナップについてご説明します。S タイプのラインナップに左右対称課題が加わり、ロボットの左側設置も可能となります。ロボット課題は、従来と同じくロボドリルに固定され、一体で運搬可能です。また、 M タイプのロボドリルと LR メイトを組み合わせたパッケージを追加します。こちらはロボット、課題、安全策を一体として運搬可能ですが、ロボドリルとは分離されています。お客様のニーズに合わせたシステムを構築することが可能です。最後にご説明するロボドリルリンクアイは、機械の稼働状況や加工実績を収集、管理するパソコンソフトです。 ロボドリルからは、保守に関わるデータも収集可能です。機械の稼働状態を分析することができ、工場全体の稼働率向上につながります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。